プッシュスタート。今流行りの。重いなスーリザリオです。お、早速光があるけど、これ、事故るやつっていうか、みんな私に当たってくれた。ありがてえ。めっちゃいっぱい光あるよ。誰もいない。やばくないこれ。でも突然現れたりするからね、ほらね。油断大敵。基本ダッシュは使わないです。ほら、これが怖いから。あー、重いし、サーバーが。あ、ミミズ多すぎ。光も多すぎ。でも、初めて数秒で4000ぐらいになったよ。超嬉しい。ヤッフー。棚ぼた、棚ぼた。いやー、怖い怖い怖い。この緑のやつが怖い。あ、みんな怖い。あー、やめてほしい。人が重いなー。誰か死んだね。ああ、また死んだね。お、人が集まってくるな。ちょっと離れたい。おお、ありがてえ。怖い怖い怖い。このちっちゃいやつも、ちっちゃいやつ意外とね、天敵だからね。この辺すごいドンパチが繰り広げられてる。わ、お前なんで上行かなかったの。みんなどんどん死んでく。やばいね今回。もうどこら辺行ったらいいかわかんないよ。すぐ死んじゃうみんな。それぐらいね、人が多かったりすると重くなったりね。なんか、思ったように操作ができなかったりするんだよね、結構。一気に、5000超えてしまったので、今回は捕食タイプになろうかな。でもちょっと人が多すぎるのよね。大きくなるとね、チビがね、結構見えない。悲しいことに。今この私の近くにいるイタリアンなミミズちゃんは今私に食べてほしくて来たのかと思ったら違ったね。なんかどこ行っても光多いな。サーバーで、このサーバーで1位が 4万ぐらい、3万9000だから、なかなか栄えてるよね。これサーバーにいる人数が左下の画面で見ると502人とか500人とかなのかな。そのうちで私が今35位です。36位、37位。やっぱみんなどんどん食べてんだね。私食べる勇気ないよ。アメリカンにアメリカンが来たよ。よいしょよいしょ。ちょっとこれ、あ、私このね、緑の目玉のミミズちゃん結構嫌いだったりする。何回もなんかやられてる。よいしょ、ちょっとおこぼれをいただこうかな。ちっちゃいのがいっぱいいると動きにくいんだよね。ほら、ダッシュとかしないで。あ、そして養分へ。ありがとう。おお、怖い怖い。囲っちゃうぞって言いたいけど、ちょっとちっちゃいのが多すぎてね、対応しきれないよね。
うわー、いっぱい来た。今、当たり判定甘かったよね。絶対私が死んでても私は納得したよ。それぐらいの、ちょっと、大きくなってくると当たり判定がね、理不尽になってくるよ。理不尽っていうか、よくわかんない。この目玉の先頭に、他のミミズちゃんが当たるとダメなんでしょ？きっと。この子、食べられに来てくれたのかな？ごちそうさまです。ありがたくいただきました。よいしょ。なんだろう、今の子。何が起こったんだろう。この子の身に一体何が。ああ、やばい。あ、よかった。今、避けさせてくれたよ。運営サンキューって感じだよね。なんか他に死んじゃった子の光を取られたよ。まあいいや。そういうの気にしてるとね。死ぬから。なんかあっという間に今回は7000来ちゃった。あんま大きすぎてもね、怖いんだよね。そう、だからなんでミミズやってるのかっていうね。このスリザ、言えない、長官だ。スリザリオの謎の中毒性。何なんだろう。これちっちゃい子ね、これ倒してやったとか思わないよね。なんか、そんなにプラスにならない。かといってあんまり長い子は負けないんだよな、私。なんか優雅に、あやめて優雅に食べてる子がいたね。この子らなんだろう、まとめて囲ってあげた方がいいのかな。君だけにした。理不尽でしょう。だってね、あんまりアグレッシブな子に成長されても困るんですよ。その動画で、飽きるって言ったけど、ほんとね、誰もいないとこを見つけてホッとするとね、なんでこれやってんだろうってちょっと思ったりする。これぐらい大きくなるとやっぱ巻きやすい。あと当たり判定がなんか、優しくなる。結構ね、最初からこう時間かけて、こうやって光をひたすら集めるだけでもいいんだけど、多少ね、ちょっとリスクを負ってでも、死骸にあやかりに行くとね、いいかもしれない。で、このちっちゃい子入ってきちゃったよね、自分で。ダッシュをせずとも。どうしよう。ごめんね。50ぐらいなんだよね、君ね。こうちっちゃい子とかね、無駄にこう囲って遊んでるとね、大きいのにね、いつの間にか囲われてたりするんだよね。だから気をつけないといけないなーって思ってるんだ。この子も囲ってあげたいけど、逃げたね。察しがいいな。ずっとついてくるよ、きっとあの緑の顔の子。お、なんか25位だ。ちょっと嬉しい。ちょっと嬉しいから、
今回は大切にしようかな。ドカッとね、もらってもリスクがね、1万行きたいな。だからちょっとゆっくりめでね、やっていこうと思いますよ。この子なんで私の後ろついてきちゃったんだろう。ごちそうさまです。もうだいたいね、ちっちゃい子がねいけると思って勝負かけても、当たり判定はね大きい方に優しいから、死んじゃうんだよね、ちっちゃい方が。だからごめんって思うけど、まあ、大きいミミズちゃんの特権なのかな。何なんだろう。この運営さんもよくわかんないよね。ツイッターの運営もよくわかんないけど。あ、なんか人増えてきた。人多いとこ苦手。すぐ死んじゃうんだもん。どうしよう、どうしよう。って言いながら、これ一応ね、トグロを巻きながら、もうちょっと大きい方がいいんだけど、ちょっと大きめにトグロを巻きながらね、光を集めてるとね、うっかり中に入ってきちゃう人がね、いるんだよね。だから、ちょっとそれを待ってみようかな。って言ってたら早速来てくれたね。いらっしゃいませ。ようこそ。こんな感じでした。意外とあっさり。中の点々とか取んなくてもいいのかな。これね、この赤いの来てるよね。キビスを返そう。こうやって地道にちょっとずつみんな貯めてってるのかな。すごい地味ゲーじゃない、やっぱり。こいつワンチャンね、中からやっつけようと思ってるね。まあ、縮めちゃうんだけど。どうしよう。あ、当たってくれた。よかった。もう心理戦弱いからさ。ちょっとうまいこと動かれると動揺しちゃうんだよね。だからもう中に入ってくれたらさっとお亡くなりになってほしい。もうどうぞ食べてくださいって。じゃないとね、私の精神が持たないよ。やっぱあれだね。あんまり堂々と大きいのをやっつけに行ってないから、ランクがなかなか上がらないよね。もうこの上のピンクちゃん欲しいね。食べたいけど、食べれると思う？でもなんかこの子罠張ってるね。やめた。この子絶対なんか狙ってる。ちょっと大きめにトグロを巻けばいいんだろうけど、どうかな。巻けんのかな。あ、巻けた。何なんだろう。なんでくれたんだろう。ありがとう。でもこっから勝負したいタイプなのかもしれないしね。ちょっと油断できないよね。なんだか分かってないのかな、このゲームを。なんかしたいのかも。この中に巻かれた状態でどれぐらい生きれるかみたいな。もうやる人もいるからね。これね。ちっちゃくなってくると今度ね、こっちが難しくなってくるんだよね。もうずっとこれで巻いてればいいんだろうけど。早く当たって。
ってくんないかな。あ、ほら。